ちゃこんにちは、はい、豊さん。はい、寂しいオープニングやな。はい、結果発表ということで。そうですね、また連戦終わって、はい、結果発表と振り返り、うん、また次の予想しますか。予想するよ、はい、もうこれやけくそで、はい、うん、っていうやけくその理由もちょっと今から言いますが、ね、結果の赤文字が勝ち越したチーム、はい、でそれに対して黒が負け越しのチーム、はい、あ、負け越したチームですね、うん、まあ、二分けのところもありますけど、はい、で、黒になってるところが、星を分けたチームですね。一勝一敗ということでね、はい、ということで結果これ当たってるか当たってないか書いてる。そうですね。ということは触れます。三角っていうのは、はい、まあ、ほぼ当たりと。2勝1敗で予想してたんだけどね、巨人ね、はい、で、まあ、あとは全敗と。ほぼ当たりというか、ちょっと外れではなかったっていうことですね。まあそうだね、あとはほぼ外れ、はい、ほぼじゃないな、外れ、ね、真逆だったということになりますね。そうだね、うん、申し訳ないね、はい、豊さんの前回予想したのが、うん、全部2勝1敗っていうことだったんですよ ね、 そうだね、うん、なので今回2勝になっているところは全く反対のチームが勝ち越してしまったっていうことですよね。で、一番下は、1試合ノーゲームっていうことだったんで、うん、1勝1敗だったんですが、そうだね。でね、まずね、振り返りをしたいんだけど、はい、巨人対西武、はい、これね、1試合目と3試合目に最終回乱れて、うん、引き分けてんだよね、2敗してる、はいはい、2分けしてるということ。乱れたというのは巨人の方がね、うん、はい、でこの中で、はい、岡本が1戦目に素晴らしい打撃を見せたの、はい、でこの打撃はちょっと後でちゃんと説明します、なぜすごかったか、それと岡本の三冠王っていう可能性が見えた俺は打席だったんだよね、うん、それをちょっとね、うん、後でゆっくり解説をしたいと思う、はい、で西武の方、はい、岸という選手が初ホームランを打ち、はい、今日は 3安打猛打賞、猛打賞でした、はい、この岸というのは明徳義塾で、はい、まあ、拓殖大に進みっていうようなこと で、はいはい、で肘の手術から挫折を味わってる、でも高校の時は甲子園の申し子と言われた子が、まあなんか西武でブレイクしそうな予感がするという。そうですね、うん、明徳義塾の時にはエースピッチャーで、そう、甲子園大活躍していました。 だから、まあ、巨人は誰を抑えにするのか、はい、これがやっぱポイントになってくるし、うん、まあ、西武の方はやっぱコロナとか怪我で離脱してる人間がやっぱ早く帰ってこないとやっぱちょっと苦しいかなっていうふうに思うよね、うん、はい、で中日ロッテ、はい、ロッテが勝ち越すと思ったんだけど、はい、中日の第一戦に投げた柳、これが素晴らしかった。で3戦目の頭に投げるピッチャーってすごく大事なのは、はい、その3連戦をロッテがどのぐらい意識をするかっていうことも含めて、まあ、バッティングを狂わすということも含めて、はい、すごく重要な第一戦に柳が投げたのね、はい、この柳の素晴らしさも後でちゃんと解説します、はい、まあ、そういうことで、まあ、中日が勝ったと、はい、ね、でヤクルト楽天、はい、ヤクルトはね勝ち越せたんだけど、はい、いかんせんクリーンナップが当たってない。特に山田哲人が15打席3試合ノーヒットとか、はい、やっぱ完全に封じ込められたんだよね、はい、だからそういうこういう勝敗になったんだけど、うん、やっぱ楽天の方は鈴木大地とか岡島、ああいう左バッターたちがやっぱり躍動したよね。だから小深田も良かったし、はい、だから非常になんとなく落ち着いてきたかなという戦い方がね、うん、まあそんな感じです、はい、で阪神やっぱり予想が外れてんだけど、はい、予想が外れた原因はさ、やっぱ中継ぎ陣がちょっと疲れてるね、うん、それと肝心なところでバントができない若手が、はい、だからいい戦い方はしてるんだよ、はい、いい戦い方はしてる、まあ例えばダイソーで15回走って14回成功とかさ、すごい足とか使えるようにはなってきてるんだけど、はい、だけどその肝心な1点を取りたい野球の送りバントができないのと、うん、やっぱスアレスにつなげる中継ぎ陣がちょっと苦しんでるね。だからここら辺ちょっと調子が落ち気味かなっていうふうに思う。はい、でオリックスの方はやっぱ戦い方がいいね。やっぱ若手紅林が躍動したりだとかさ、はい、もう特に阪神戦に関しては紅林が躍動したよ、
だから楽しみな、本当に、まあ、素質はもうもちろんのこと、はい、やっぱプロの水に慣れてきて、躍動し始めたなっていうような、そういう3連戦だったね。で、DeNA とソフトバンク。はい、ソフトバンクに、DeNA には悪いけど、やっぱり予想は外れてる。いっぱいもしなかったと、はい。で、DeNA の方は、やっぱ三浦監督が、やっぱ監督らしくなってきてるというかさ、うん、我慢をしながら育ててるね、若いピッチャーとかを。はい、だから、非常に戦ってる姿も良くなってきたし、はい、やっぱ中川だとか、はい、素晴らしいピッチャーも出てきてるしね、それをこう野手で守ってる桑原とか、うん、そういう人間がやっぱこう躍動したっていうような。でソフトバンクの方は、はい、やっぱ8回9回なんかこうすごくもたもたするし、はい、で打線がやっぱ当たってないね。だから非常に苦しい今で、広島日本ハム、はい、まあ1勝1敗と。で今日は雨で中止ということで、はい、まあ、なんとなくやっぱコロナの影響なのか元気がなく広島は見えるし、うん、まあ日本ハムの方はなんかリードしてて雨で中止とか、うんうん、なんか今年運がない2チームかなっていうふうに、まあ、感じました。はい、うん、巨人にちょっと戻るんだけど、はい、小林が一軍に上がってきて、はい、西武の方は宇都宮が投げたんだよね。1000飛んで10日ぶり、10日ぶりぐらいに投げたんだよね、はい、で巨人戦、はい、で人的保障ので西武に行ったんだけど、その隅谷との対戦でホームランを打たれた、はい、そうでしたね。あ、はい、まあ一生悔しい思いをする、一生覚えてるだろう、なんかね、その、はい、対戦だってホームランがあったんだけどさ、はい、なんかすごく宇都宮の心境を考えると、なんか非常にかわいそうだなっていうような気もするけど、まあ勝負だからね、しょうがない、はい、で、そこで9回に同点に追いつかれる場面、うん、9回から隅谷を変えて小林にマスクを託したんだよね、はい、で小林ってファームに上がっ、ファームから上がってすぐだったんだけど、はい、普通常識では勝ってる時にキャッチャーを変えるっていうのはやっぱ流れ的に危ないんだよね、嫌なんだよね、キャッチャーを変えるっていうことは、はい、で普通はしないんだけどさ、俺原監督はこう考えたと思うんだよ、はい、やっぱ小林硬いで9回とか接戦だとやっぱ走ってくるケースっていうのはすごく多くなってきてるんだよね、はい、今の野球って特に西武はそういう動きが、そういう野球もやるし、はい、まあ、例えば阪神を意識した時にでもさ、はい、ダイソーが15回走って14回成功してんだよ、うん、そこをやっぱ止めるためにやっぱ小林の肩だと思ってたんだと思うんだよ、うん、だからまあ100も承知なんだよね、勝ってるキャッチャーを変える、はい、また隅谷がホームラン打ったりとかしてラッキーボーイ的なことだったんだけども、はい、だけど変えた、で同点に追いつかれた、でも小林は打てないから頭からマスクをかぶるっていうことはあんまり考えないんだよね。そしたら小林の居場所っていうのを考えると、はい、やっぱ抑えのキャッチャーなのかなっていう風な感じがしたんだよ。だからそれを今日試して引き分けに持ち込まれたという、だからちょっと後味の悪いね、はい、ゲームにはなったんだけどもね。うん、でさっき言ってた巨人の岡本、中日の柳の凄さ、はい、これをねちょっと解説したいと思います、はい、じゃじゃん、じゃん、はい、岡本のまずじゃあ巨人の岡本選手の、巨人の岡本から、はい、ちょっと説明したいと思うけど、はい、これはねランナーセカンド3打席目、はい、1打席目にさ、はい、ここら辺のスライダーここら辺のスライダーをホームランしてんだよね、はい、1打席目ですね、はい、うん、ホームランしてるの、はい、それでこの場面はランナーセカンド、はい、ね、スライダーを打たれてるということはやっぱバッターの頭の中で、はい、やっぱスライダー来ないというふうに思ってるわけ。うん、で9球目外のボールまっすぐ、はい、2球目外のまっすぐボール、はいはい、で3球目にどうするのかな、西武のバッテリーが、はい、インサイド持ってきたんだよ、うん、それを平気で見逃した。で岡本もその打席の中でどうやって攻めてくるんだろうっていうのはあったと思うんだよね、うんうん、で、あ、やっぱりまっすぐか、で、インサイドに投げられて4球目が外のまっすぐで取られた、インサイドから外のまっすぐ持ってきたんだ、はい、全部まっすぐなんだよ、はい、で、勝負球をインサイドに持ってきた、まっすぐ、うん、これ全てまっすぐなんだよ、はい、ボールもストライクも、うんうん、そしたらバッターとしたら、はい、1球もこの打席変化球を見せられてないわけで、ホームラン打ったのはここら辺のスライダー、はい、ね、相手が投げてきたのが、はい、ここにカーブを投げてきたんだよ、うん、こ
これをボール球を拾ってセンター前にタイムリー打ったわけ、はい、俺はこの打席を見ててこの打席は岡本に対してまっすぐで攻めるなって俺は完全に思ってたわけ。ああもうこのまま変化球は投げない、もう投げないと思ったわけ、うん、でホームラン打たれてるのもスライダーだしさ、はい、で松本のまっすぐもキレが良くて走ってたわけ。この打席はもう一球インサイドのここら辺で勝負するかなと思ってたわけ、はい、じゃあここにカーブ持ってきたの、あっと思ったよ。そしたら岡本がグッと溜まってセンター前にライナーのタイムリーを打った、はい、これを見た時にあこの子は三冠王を取れるなと思った。率も残せるバッターだしやっぱこういうこう偏った攻めで意表をつかれても対応が効くなっていうふうに思った。それはなぜそれができたかというと、はい、岡本の最近のバッティングなんだよ。ホームランの方向を見るとよくわかると思うんだけど、はい、まあフェンスがこうあるね、でこれがセンターこれがセンター、はい、レフトライトね、ホームランって岡本のホームランってこっちのホームランが増えてるわけ。以前は結構引っ張りだった、こっちが多かった、はい、こっちのエリアが多かったんだけど、はい、最近こっちのホームランが増えてるわけ、うん、ということはやっぱりさっきの球を拾えるような形で待ってるっていうことだよね。だから4番ってそういう攻められ方をするっていう意識が芽生えてるということちゃんと、うん、だから素晴らしいなと思った。なるほど。だから近い将来まあ佐藤もいる村上もいる、そういう中で三冠を取る可能性があるバッターだね。だからそれは素晴らしかった。で中日の柳、はい、柳はなぜ打てないか、はい、マックスが144ぐらい、マックスがね、はい、まっすぐの、はい、球種とすればカットボール、はい、カーブ、はい、スライダーチェンジアップ、うん、ツーシームっていうのを持ってるんだけど、はい、まずセットポジションで投げる。セットポジションで投げる。ポジション、はい、ポジションね、はい、セットポジションで投げる。その時にクイック、はい、クイックも使うの。ランナーが、ね、はい、いなくても使うわけ、はいはい、でバッターで一番大事なことって何か分かる？タイミングを取る、はいはい、だから大きく投げる時とランナーがいなくてもクイックで投げる時あるわけ。それは本人の判断で、本人の判断だから、ここは足を上げよう、ここはクイックで投げようとか自分の判断でやるんだよ。しかも特にそれは癖だったり球種によってとかいうことではなくて、なくてランダムに入れてくるってことですか。そう、相手のバッターのタイミングを狂わすためにやってることなの、はい、でよく起きるのが、はい、これ他のピッチャーもやってんだよ、はい、他のピッチャーがやるのは自分で狂っちゃうんだよ。それをすることによって、はい、自分のタイミングが狂っちゃった、はい、だからボールが多くなったりだとか、うん、柳は崩れないんだよこれが、うん、だからバッターのタイミングをまず崩せるということ。それとピッチャーでよく言う出し入れってあるじゃない、はい、これがストライク、次はここにボールって、はい、横の出し入れっていうのはよく考えるんだけど、はい、柳の場合っていうのは低めの出し入れができるんだよ、うん、低めの出し入れが、はい、この横の出し入れっていうのはボール球に手を出さないんだよね、なかなか、はい、誘い球に手を出さない、はい、でもこの縦の低めの出し入れっていうのは手が出るんだよ。これなんでかというと、ここにベース板があるでしょ、ベース板の上にボールが乗っかってるから、はい、だから出しやすいの。それとこのね、低めしかね投げないんだよ、このゾーンにしかボールが来ない。でここに来る球っていうのは意識して投げてるんだよ、ここら辺に意識して投げてる、はい、で勝負球は全部この球分割のこの下の部分で勝負ができるピッチャーなんだ。ということはその下の部分以外は上の、例えば今でいうその3分の2の部分っていうのは、うん、ストライクゾーンを使わないってことですか？使わないというよりも使うけど、はい、簡単にストライクが取れるなと思うときはポーンと楽して使うよ、はい、使うけどこういうところは意識してボールにしてるの、うん、抜けたボールがないの、はい、で角度があるしここら辺にもうツーシームやこっちのツーシームや、はい、フォークボールチェンジアップ
とかここにスライダーだとか、はい、もうどんどん投げてくるわけ。そしたらね、やっぱバッターと追い込まれるとさ、ベース板に乗っかってるボールっていうのは手が出やすいんだよね。それとこのクイックで狂わされてるから慌ててるんだよ、バッターが。タイミングなかなか取れない、ね、そうそうそう。だからもうこの前のロッテ戦なんか1安打に抑えてさ、はい、完封したけど見事だったよね。だからそのなんていうの、1戦目にこういう投球されるとさ、やっぱ次から投げてくるピッチャーも同じようにやってくるんじゃないかっていうロッテ打線だから、ロッテ打線が狂っちゃったよね、柳で。だからこういうことができるから柳の成績も奪三振が多くなったりだとかさ、うん、だからボールに手を出す率がすごく高いピッチャー、はい、マックス144キロって今の時代遅いからね、うん、言われたのが1億円のバッピーが入ってきたって、バッティングピッチャーがって言われたんだよ、最初の時代っていうのは、はい、いやそのぐらいボールも来ないし、はい、制球もあんまり良くなかった。ストライクは取れるけど、はい、そんな厳しいところじゃない。でも柳は成長したね、やっぱこういうことができる、はい、もちろんこの出し入れもできるし、ここもできるという、はい、だからもう二刀流だよ、投球の。だからこういうピッチャーがいる中日はやっぱ安定感があるよね。交流戦首位だから、首位ですね、中日はね、はいはい、2人のね説明をしたけども、はい、まあこうやって説明すると分かってくれるかなっていうふうに思うけど、分かりやすいですね。分かった、はい、本当。最後にはい、ちょっと予想したいと思う。あ、してみましょうか。してみましょう、はい、今度は手書きになります。はい、こういう風になってる、はい、勝つ方が赤、はい、で、まあ負ける方というか、まあ黒で書いてる方がまあ劣勢というかね。でやっぱり巨人と日本ハムは、はい、まあ、巨人がやっぱり有利かなという、うん、ただやっぱこう抑えに失敗したらちょっと苦しむよということ、はい、で中日オリックス、はい、まあ、中日がなんで、ね、ロッテに勝ってんのに、でもオリックスのね戦い方はいい、それとピッチャーがいい、うん、だからちょっと中日もやっぱ苦戦するだろうなっていうふうに思うよね、うん、うん、でヤクルト西武、もうヤクルト、はい、やっぱ西武はやっぱ苦しい、ただ、うん、ヤクルトが当たってないだけに、うん、これがひっくり返る可能性がある西武も粘っこいからね、真逆になる可能性がある、うん、ちょっと失敗したなと思うけどでもヤクルトはねクリーンアップさえ打てれば、はい、やっぱあの打線はつながるし、うん、まあ楽天戦ではつながらなかったけど、はい、まあ3戦やってまあ明けてのゲームだから多分まあヤクルトかな。でもまあ西武もでも今回2敗とかしてないじゃないですか。そうだよ、うん、だけどこれでまあそうだね、はい、はい、で阪神ソフトバンク、はい、でソフトバンク、うん、でソフトバンク調子悪い、あ、ソフトバンクどうしたっていうことを言われると、はい、勝ち出すんだ。でも阪神は この3連戦も負け越していて、うん、それとね、はい、状態があんまり良くない。これやっぱ細かいことができなくなってくる。それとソフトバンクだよって海外いるでしょ、はい、足を止められる。なるほど、うん、はい、そしたらやっぱ厳しくなるかなっていうふうな予想なんだよね、はい、で DeNA とロッテ、はい、1勝1敗1分けこれはこれはやっぱロッテもやっぱ反撃に移ってくるよ、はい、それはね中日のピッチャーと DeNA のピッチャー比べるとやっぱある程度は DeNA の方から点を取ると思うんで、うんうん、まあそういうところから星勘定を分けるのかなという、はい、でも DeNA は本当に戦ってる姿が良くなってきてるから、うん、だからまあ楽しみな一戦でもあるけどね、はい、で広島楽天はやっぱ調子を上げてきてる、はい、で広島は少しちょっと調子が落ちてるね。まあ、あの離脱していた選手なんか帰ってきてますけど、戻ってきてるけどやっぱこの投手陣はいいわ、楽天の、うん、はい、やっぱこうなかなかこう一つ勝つのは大変かなっていうふうに思う。ただ明日から関東地方は雨だから、これがずらっと中止になる可能性もあるし、うん、西日本は結構いいのかな。だからまあこういうことになりました、はい、また概要欄というかコメント欄とかで、はい、このプレーを説明してほしいとか、こういうことを説明してほしいっていうリクエストがあったらね、だからまた質問とかもね、そうだね、あの答えていきます、はい、はい、予想はこういう風になりました楽しみです、楽しみです、はい、はい。